フィジーのね、ナンディからバスに乗って南海岸をずっと移動して首都のスバに向かっていきます。セントラルなんとかなんとかセールアとかね、ナモシとかいろんな行政区を通り抜けていくんですね。レワっていうところにスバがあります。ちょっと離れたところにトンガに行くときに使った飛行場があります。スバというところにたどり着きます。結構混んでいて荷物を抱えていたのでつらかった。ジャッキー・チェーンの映画を1本半見ると16時にシンガとかに着いた。宿はシンガとかクラブというところにした。ドミトリーの部屋に一人で泊まることにした。25分、部屋の中にシャワーとコンセントがあって幸せな気持ちになった。街へ行った。シンガトカ川かなが近くを流れ、道路の端とレールと歩道が一つになった橋がかかっている。鮮やかな色の山々の緑に囲まれ、水が川を流れていた。町は人が多く、いろんなお店があった。5F で日よけの帽子を買った。 1.8F でジュースを買った。 6.45F でフィッシュ&チップスを買って食べた。ハエがいて嫌だった。スーパー行って水とペンを 2F で買った。市場に行くと色の薄い淡い紫色のナスが売られていて面白かった。あと貝が売られていた。スナック菓子とかいろいろ買って、この日の出費は、4770円。フィジーのローカルバスにて、作詞2006年1月13日18時後、シンガとかにて落ち妻。ビーチに転んでいる。ヤシの実が日常的で、足の長い鳥が魚を探して歩いているのも日常的で、人が網を持って投げ込むタイミングを探して立っているのも日常的だった。そんなここの日常が僕のバスの窓の向こうに過ぎていった。13日金曜日の写真でございます。フィジーの首都スバからサウスシーズプライベートホテルにて撮った写真でございます。ちょっと安宿かな、ユースホステルだったような気もするんですけどもね、ちょっと忘れちゃいましたね。で、まあ、街並みでございます。ちょっとだけ都会っぽいような、ちょっとレトロチックなね、そういう街並みでございますね。で、まあ、ちょっとね、ゴミなんかが散らばってるような、でもちょっと古臭いような、なんだろうな、今のアメリカにこういう街並みあるかな、ちょっと昔っぽいような建物ですよね。でも、さびれ方が何といっても美しいですね。首都からバスに乗ってね、シンガトカという街を目指している車内で撮った写真でございます。草木が生い茂っているような、そんな風景でございますね。ところどころに街並みが見えて、通り過ぎていきました。大きな川なんかも渡っていきましたね。こういうね、麦わら、空吹き屋根っていうんですか、こういう草のね、屋根なんかもね、の建物もありましたね。ここは お墓でしょうかね。そして馬なんかもところどころに見えましたね。なんかラグビー場ですかね、ラグビーのゴールのようなものが見えますよね。やっぱりフィジーって言ったらラグビーですよね。で、シンガとかで泊まった宿ですね、たくさんベッドがあるけども、一人で泊まりました。シンガとかの、まあ、ちょっとローカルチックな街並みでございます。でもね、建物もたくさんあるようなそういう街並みでございます。ロータリー式の交差点とかがあるような街並みでございます。水辺にやってきましたね。そして木がたくさん、もう
生えていてね、緑が豊かな町並みでございます。橋にね、線路とね、人が渡れるような、車を通れるような橋があってね、こっからね、海とか川をね、眺めるのも楽しかったでございますね。川ですかね。ワンちゃんもいますね。まあ、静かなローカルな街並みでございましたね。フィジーの首都スバでございます。宿から出てきたところでございます。緑豊かでございますね。都会の街並みでございます。車も多い、人も多い。ちょっとね、地面がね、散らかっておりましたけど、街並みがありましたね。こういう建物なんかも点在しておりましたね。やっぱり独特なんですよね。そして州都のスバから、バスに乗って南海岸線を進んでシンガトカというところにね、この日の夜は泊まります。そしてシンガトカにたどり着きました。泊まる宿の雰囲気でございます。川が流れておりますね。天気はとてもいいようでございます。この街並みもね、少し大きめの街並みでございます。自然に囲まれていてです、素敵な場所でございます。ゆっくりとね、橋を渡ったり、街並みを歩き回って過ごしておりました。ワンちゃんもいらっしゃいます。いらっしゃいますということもないですけどね。作詞2006年1月13日8時23分、スバにて予知妻。自由は果てしないものなのか、自由は果てしないと思い込むものなのか。例えば海のど真ん中で、どこの国の法律にも関わっていないプレイスで、人を一人殺してしまったら、それはそいつの自由になりますか？きっとそうならないでしょう。きっと何らか、どこからかで裁きを受けるでしょう。どんなことをして人は自由かどうか
なんてことを確かめたらよいのだろうか。例えば今から一生かけて宇宙の果てを目指して一人で旅立ちますよとしたとき、そいつを束縛するものは何もないのでしょうか。きっとそうならないでしょう。きっと何らかどこかで行く手をはばかれてしまうでしょう。どんなことをして人は自由かどうかなんてことを確かめたらよいのだろうか。例えば日本で畳2畳分のプレイスで、今からここはプライベートな独立国ですよと言い放ったのなら、そこからそいつの自由が手に入りますか？きっとそうならないでしょう。きっと何らかどこかで抑え込まれて聞いちゃくれないでしょう。どんなことをして人は自由かどうかなんてことを確かめたらよいのだろうか。気ままな役者でいたい。気ままな旅をしていきたい。気ままな恋人でいたい。気ままな自分を僕がしていたい。与えられた自由を狭く感じたり、手にした自由を広く感じたい。そもそもこの自由を手に取って自由のことをこんなふうに思うべきなのだろうか。果たしてしないも、自由は果てしないものなのか。自由は果てしないと思い込むものなのか。その中で踊ったり、その中で苦しんだり、自由にこだわったりしなかったり、自由に満足したりできなかったり、孤独なのか、いっそ、あ、孤独なのか、孤独なのかい、その自由は。おいしいかい、その自由は。同じ狭い自由ならば、愛しい恋人に束縛されていたい。同じ孤独ならば、自由の中で旅をし続けたい。自由なことを忘れていたい。自由のことを考えたくない。自由なことから離れていたい。自由のことを、自由は果てしないものなのか。自由は果てしないと思い込むものなのか。吉妻のね、南太平洋旅行2005年なんだね。12月から出発して、何度か分ね、まとめて紹介します。今回はもう、ニュージーランド領のね、ニウエっていうところで年明けをしてですね、その続きから紹介します。ニウエっていうところね。ニウエの首都はアロフィでございます。そして空港のあるところまで移動していって、ニウエ国際空港から飛行機に乗って、ここがサモアのね、ファーリーオーロっていうところにあるファレオーロ国際空港でございますね。ニウエが、ニウエが46カ国目、サモアは56、45カ国目でございますね。そしてまたね、首都のアピアまでね、いろんなちょっと行政区を通り抜けていくわけでございます。で、アピアにたどり着いてからツアーを組んでですね、また、空港の方に行くんですけども、空港を通り過ぎてアイガイレタイというところにある、ムリファーヌアというところにあるフェリーターミナルに向かうわけですね。で、サレロロガフェリーターミナルっていうのが、サバイ島にあるんです。サマーの中にあるサバイ島の中にあるんですね。そこからツアーのバスに乗って、まあ、小さいワゴン車みたいなやつに乗ってですね、
で、またいろんな業績があって、そして殺意圧はっていう、ビーチにあるファレのところに泊まったわけですね。で、次の日、一日ツアーして一泊だったと思うんだよな。その日の夕方に港からまた船に乗って、まあ2泊したかもしれないけどね、ちょっと忘れちゃいましたね。で、フェリーね、またね、こっちはサバティ島からウポル島に戻って、またいろんな行政区を通っていって、アペアの首都に戻っていくと。そして泊まってね、また空港まで行きましてですね、パレオーロ国際空港、そこから飛行機乗ってトゥツイラ島のところに行くんですけど、ここがですね、アメリカン領サモアということで、47カ国目ということにしましょう。ウェスタンディストリークトっていうところに、ターフナという場所があって、そこにパゴパゴ国際空港っていうのがあります。で、途中ね、なんかちょっと行政区を通っていくんだけど、まあ、イースタンディストリックの中に、マオプタシというところがあって、その中にパゴパゴという首都の町があります。まあ、この島をね、何泊かしてですね、いろんなところに行ったんですけども、その後にまた空港に戻ってきてですね、で、空港からサモアに戻っていく。で、サモアの空港でね、8時間ぐらい過ごして、すぐに、飛行機に乗り換えてですね、ナンディ、フィジーにも戻ってくるわけですね。フィジー43カ国目。ビティレブ島の西岸地域の国際空港のバ州にあるナンディというところね。そっからバスに乗って、いろんなとこ通っていくんですよ。行政区ね。南海岸沿いに進んでいって、西部から中央地域行って、そして、レワというところにスバという首都がありますね。で、首都まで行っていろいろ調べた結果、次行くとこ決まったんですけど、とりあえずバスに乗ってシンガトカまで戻ってきてですね、シンガトカで泊まるというところまで今回の VTR が進んでいくという感じになっております。